八幡の矢ぶ知らず八幡の矢ぶ知らずは、千葉県市川市八幡にある森の通称。古くから金属地とされており、足を踏み入れると二度と出てこられなくなるという神隠しの伝承とともに有名である。市川市が設けた解説版には、淵山ともいりと記されており、他に淵森、淵矢部とも称される。現在は淵森神社の一角のみ立ち入りができる。 航空写真に見る八幡の矢部知らず。写真、オレンジ色で囲まれた部分。左の緑の円は JR 元八幡駅。八幡の矢部知らずは、元八幡駅から徒歩5分程度離れた千葉街道沿い、市川市役所の斜め向かい側にあり、隣には駐輪場がある。現在は、付近の人通りも多い。近くには、八幡の地名の由来となった八幡神社もある。 やぶの広さは奥行き、幅ともに18メートルほどで、決して方向感覚を失って、迷うほどの広さとは言えない。なお、近年の道路拡張で一部が削り取られている。古くは細岳、漆の木、松、杉、柏、栗の木などが生い茂っており、昭和の末頃までは樹齢を経た木々の鬱蒼とした様を見ることができたが、近年は妄想地区に侵食され、 樹木はわずかに残るのみである。また、矢部の中央部がくぼんでいるという地形的特徴がある。矢部の範囲はかつてはさらに広かったとも言われるが、少なくとも江戸時代の文献にはすでに現在と同程度の広さであったことが記されている。この矢部に足を踏み入れると二度と出てこられなくなるという伝承は、講述するように由来には諸説あるが少なくとも、 江戸時代から当地で語り継がれており、藪の周りは柵で囲まれ人が入れないようになっている。街道に面して小さな社殿が設けられており、その横には、八幡淵フと記された、安政四年、伊勢や右平根流の石碑がある。この社殿は、王城となった藪ブ囲いの外側にあり、社殿の敷地に立ち入って、参拝をすることができる。月岡義都市、フチヤの実会。 水戸公門の前に偉人が現れる八万の矢部知らずの伝承は江戸時代に記された書籍にすでに見ることができるが江戸時代以前から伝承が存在したか否かは定かではない。また、なぜこの地が金属地になったかの理由についても唯一の明確な根拠があるわけではない。しかし諸説いずれにせよ近隣の人たちはこの地に対して異形の念を抱いており、 現在も立ち入ることはタブーである。以下、伝承の由来に関する有名な説を挙げる。これらの偉人に関する説はいずれも該当する人物のたたりなどのために立ち入り禁止になったと言われている。ただし、墓所、神やトの否定地には異説も多い。江戸時代の知史からその記載が認められる。前期は平野正門や日本穂高に結びつけられて説明され、 有力雑記において、水戸黄門説話が付与されてゆく。水戸黄門説話は、実録小説にその原型を求めることができる。また、般若心業の注釈書にも、やぶ知らず説話が授与されている。そこでは、釈の清年という僧侶がやぶ知らずに足を踏み入れる、説話が記されている。江戸時代にはこの森を真似て、迷宮式のやぶを作り、入場料を取って中に入らせ、 無事に出てこられた者に商品を出すという工業場が現れたことがあった。迷宮式の工業場は明治10年頃に復活し大流行となった。こうした迷路は、八幡淵のほか八陣隠れ杉などと呼ばれた。明治11年には、歌舞伎として、拷門期八万大矢部が上演されている。月岡義都の錦絵は、この工業パンフレットに掲載されたものである。 大正12年の千葉県東葛飾郡市には、藪知らずについての7つほどの説が紹介されている。交渉文芸資料としては以下のようなものがある。伝承が有名になったため、八幡の藪知らずは、入ったら出られない藪や,や、迷路の総称となった。それがさらに転じて、道に迷うこと、出口のわからないことを、八幡の藪知らず、八幡知らずというようになった。 ありがとうございます。